ースなら1本ぐらいいけるかな。はい、2本目終わりました。2本目はね、結局綺麗に1本ほとんどまとめられなくて、もう1コーナー1セク1でもうマイナスコマ3っていう出てる時もあったりとか、ところどころ他のセクションでプラスだったのがマイナスに変わったりとか、結構更新してるタイミングあったんで、ちょっとまあ、もうちょっと伸びそうな、全然54はね、多分ね、このカンカン照りで、まあ気温も多分もう2桁ぐらいはいってるでしょう。っていう条件で、あとタイヤもだいぶ減ってる中で、ちょっとね、グリップしない時とかもやっぱりあったんで、っていう条件の中で考えると、まあ、久々に来て、ポンと55出たのは、まあ良かったかなっていう感じです。でね、多分ね、意外と、ブレーキがまだ詰めれそうなのと、どうしてもやっぱり、斜めのグリップがちょっと弱く感じるんで、そこがちょっとアンダーなのか、どうなのか、逆に荷重が足りてないってことはないと思うんだけど、そこの見極めもなんかね、まだちょっとインフォメーションが薄いんで、自分の中でもうちょっとこう走り慣れて、まだ引き出しも全くない状況で、まあこんな感じかなみたいな感じで走って、まあタラレバーで54出てるぐらいだと思うんで、でタイヤももうちょっとオニューのやつにして、で気温もね、やっぱ曇って一桁前半とかだと、もうちょっと多分最高速も伸びてくるだろうし、結局吸気温度あんまり下げれなかったんで、この前夏に走った時とは、まあ上がり具合っていうのは遅いんですけど、スタートの吸気温度はあんまほとんど変わってなかったんで、だから最高速もまあ5キロぐらいしか伸びてなかったかな。まあ今日この気温だしね。はい。で、ブレーキはもう150ぴったりで間に合うのと、なんか、ABS なのかちょっとわかんないんだけど、普段から言ってる ABS で効かないっていう現象じゃなくて、なんか、ぐーっと強いバイトで、あんまりぐーってやりすぎると ABS になるんで、ABS かからないぐらいにはグーッとやって、まあもちろんフロント強いイメージではして踏んではいるんですけど、やっぱリアも沈み込ませて、多少やっぱ四輪でブレーキできるような感覚の強いバイトの中でもちょっとコントロールはしてるんで、でそこでいきなりこうペダルが奥に持ってかれるようなグググって入ってくような感じがちょっとね、1コーナーで何回かあって、で、ぐーってさらに止まってはくれるんですけど、なんか、ぐーっとペダル持ってかれるんで、リリースがちょっと難しくなってくる感じ。ぐっとあんまりなんかリリースしても、ちょっと荷重の変化がちょっと大きいんで、はい。そこはちょっと、そのブレーキのフィーリングが気になるところです。で、ブレーキも点検してみたんですけど、シールが、ね、前のあのチリゲみたいになってることもなかったし、まあ、ローターは結構クラック入って、まあ、入りかけてる感じはもうあって、でもまだ全然溝はあるんで、使えると思います。で、パッドも別に炭化してるわけじゃないし、ブレーキの温度も高そうな感じの音、戻ってきた時、クーリングしっかり入れてるんで、バチバチ言ったりとかもなくて、そんなブレーキはやっぱきつくなさそうです。ダクトも2本引いてるからね、
軽量化もして、まあ一番得意なのはやっぱ A コーナーかな。 A コーナーは誰にも負けないかもしれないね。それ以外はねちょっと1コーナーもねもうちょっと車速落とした方がいいのか、あの車速のままもうちょっと荷重コントロールすれば結構アンダーが苦しい感じなんで、はい、100R はね、100R とか13コーナーとかスープラとかもそうなんですけど、あの緩いカーブのところはブレーキするとアンダーになっちゃいます。アクセルオフくらいがちょうどいい感じはします。ちょっと前に荷重行くだけでもアンダーっていう感じが結構強かったんで、その辺はもうアクセル早めのアクセルオフでゆったり曲がる感じ、大きいラインで突っ込んでクッとブレーキして曲げてじゃなくて大きいワイドなラインでっていうのがいいと思います。そんな感じで、ちょっとまあ富士は54か55出ればいいなって多分言ってたと思うんで、シーズン前に、まあとりあえず55ね、55で56止まりとかねだったらねちょっとねやばいな、恥ずかしいなって感じはあるんですけど、まあとりあえず55って数字は出たんで、まあ良かったかなと。で来シーズンはもうほんと53秒を狙わないといけないような感じになってくるとは思うんで、もうねでもチューニングするところもほとんどなくて、結局はやっぱりセッティング、チューニングカーの醍醐味セッティングって自分の足回りだとかアライメントだったとかそういうところであとはもう煮詰めていくしかないんで、こっからはねなかなか来シーズンはちょっとタイム伸びないと思いますけど、セッティングと腕を磨いてもうちょっとね早いタイム出していければなと。ちょっとね最近 VAB 勢早い車両増えてきてますんで、一応ねなんか自分で素人最速とかっていうのもねなんかあんまりあれですけど、ほとんどのコースでやっぱりレコードは持ってるんで、それをちょっと抜かされないような、寄せ付けないようなねタイムを来シーズンはやっぱりちょっと見せつけないのといけないなという、やっぱここまでやってるんでね車も。はい、そんな感じで富士は終わりました。まあ車も多分ね何もなく無事だと思います。はい、また来年までサーキット走行はしばらくないと思いますけど、ただ富士はちょっと走り込もうかなとか思ってるんで、ちょくちょく富士は来るかもしれないんで、その時は動画また上げようかなと思いますけど、オフシーズンはねもういじることもないし、チューニングそんなもうするとこもないからあんまり動画撮らないかもしれないですけど、はい、とりあえず今日は無事に終わってよかったです。はい、あそう、あとねなんか S 帯車両とかなんか、あとなんかビータかな、なんかレーシングカーみたいなのもいたんですけど、意外となんか最初鉢合わせた時向こうの方が早いだろうなと思ってついてったら、まさかの詰まっちゃうパターンとかもあって、なかなかちょっと車載まあちょっとあんまりいいものではないかもしれないですけど、はい、そんな感じになってますんで今日は以上になります。はい。